こちら行きましょう。はい、続くと亜生のカメラ散歩、略してカメさん。カメさん、はい、これやね。はい、さあ、このコーナーはですね、毎回おじさん2人が自前のカメラを片手に散歩をしながら、まあ、写真を撮っていくというコーナーです。はい、はいはい、そしてね、お便りいただいてるんですけれども、はい、清武町のめぐみさん、ありがとうございます。先日私の夢が叶いました。ほうほう、おめでとう。何ですか？それは、職場近くにカメラ散歩のロケが来ることですと。ほうほう、夢叶ったんですよ。叶ったってことは、行ったってことですか？そうですね。前回の江平商店街の会、とても楽しかったです。はい、普段あまり叫んだりしないんですが、まあ、普通あまり叫ばないですけれどもね、まあまあ普段は、ね、オンエアを見て嬉しさのあまり叫んでしまいましたと。江平商店街に来ているっていう。カメラ来てない、カメラ散歩が来ているっていうね。ほうほう、職場の近くだけど知らないスポットもあって、まだまだ知れる楽しみがあるなと感じました。後編も楽しみにしています。はい、ありがとうございます。そうです、江平商店街の今日は後編をお届けいたします。どんな写真が撮れたんでしょうか。なんだここは。僕ね、ここの美容室さんは車で通るたびに気になってました。こんなお悩みありませんか？え、張りや腰がなくなってきた。そんなお悩みしかないですね。はい、原因は女性ホルモンの減少。俺女性ホルモンが減ってきてるっちゃ。減ってきてるのかもしれない。ちょっと行ってみましょうか。そうですね、目も合ってますんで。すごい素敵な笑顔で。どうも、すいません、なんかお仕事中にすごい。はい、いいよ。なんか面白いのがあった？いやいや、ちょっといろいろこのケーブルテレビのロケ、ちょっと2人で。ああ、そう。ほぼね、はい、姉とやってる。あ、お姉様と。お姉さん。スタッフもいますよ。なに、これ、テレビに出るの？テレビで、はい、よろしければ。撮っていいよ。あ、いいんですか？早い。あ、いや、いいですか？すいません。いいですか？じゃあちょっと。はい、どうぞ。ありがとうございます。すいません。お宅、はい、宮崎放送じゃない？そうですね、まあ、そう言って、はい、お宅は本当宮崎放送さんですよね。うちら宮崎ケーブルテレビ。お姉さまでらっしゃる、はい、私が初代経営者、初代経営者、妹が店長、店長、これは息子で、今途中から美容師になって、7年。あ、そうですか。50年からのお客さんばっかりです。50年。はい、ちょっとお仕事ぶりを写真撮らせていただいてもいいですかね。美容師歴何年なんですか？60年。なんかこう、懐かしいですね。これ洗脳するやつですよね。違う巻いた、はいはい、巻いた状態でこれ、ね、いいですね。あ、これはいいな。あ、風出てきた。風、うわー、なんじゃこりゃ。上になんか吸い込まれていきます。そう、昔の人は行ってる。いいね。なぜかこれ伝わってきてるよ、今伝わってます。視聴者の皆さんにも髪持っていかれてるの。いやー、パチン。あの、髪の毛がちょっとすごいことだ。ちょっとこれどうしましょう、これ。珍しいでしょ、こういうの。いいわ、似合う、あなた。あ、すげえふんわりになりました。なったなった。うわ、よかった。ありがとうございます。ちょっとエアリー感が出ました。出ました、出ました。あ、ほらほら、お二人は写真があるじゃないですか。あ、いい写真。あ、これ一番。この顔の見える商店街作りって、向こうの店もこの、これやってたんですよ。やっぱ商店街とかって歴史があるし、人がいるしね、物語がありますよね。ここは、あ、行きたいけれども。うわー、ここ何ですか？エンジン、エンジン、カブ、カブですか？うわー、なんだこれ、ホンダのね。すげえ、すげえ。うわー、これとかすげえおしゃれ。ヤマハの、あ、中人いらっしゃいますよ。こっち側から回ってみますか。行ってみましょうか。写真を撮るっていうロケなんですよ。全然構いません。あ、いいですか？はい、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。いやいや、なんかパッと見た感じ 50cc のバイク、モーキーとかカブとか、はい、あんなちっちゃいバイクの専門店。へ、専門店。これなんかそうなんですけど、はい、ほとんど廃材だったバイクを今修理して、はい、中古車として作る。元は何ですか？これはマグナ50っていうやつです。マグナ50。これもマグナ50で、はいはい、修理して車両にもう一回戻す。うん、なるほど。ちょっとやんちゃ感のあるバイクも。あ、買うとするとこれ、まあ、中古車なんで、まあ、70万円から80万ぐらいです。あ、これを作ろうと思ったら
おそらく100万ぐらいかかります。うわ、まあ、最初の車両から全部力組み立てていくと、はいはいはい、へえ。だってもう新車と変わらないですもんね。もう全部ピカピカですから。ミナバイクも楽しいんですけど、ちっちゃいバイクもそれなりにやっぱ、あの16歳で初めて原付免許取った時の思いが常にこう思い出しながら、なるほどね、はい、楽しいです。お仕事的にはどれくらいやってらっしゃるんですか。バイク屋さんとしては本当もうすぐ2年っていうところです。それまで何されてたんですか。あの新聞の販売店を。へ、はい、ちなみに一緒にその仕事をされていらっしゃる、はい、あの友達です。あ、そうなんですね。いい仲間で、はい、いい仲間がいますね、はい、2階にもあるんですよバイクが。へ、なんかすごいバイクがあります。これめっちゃいい感だ。これ写真撮っておこう。メーターが160キロまであります。ちょっとあのプロレスのミルマスカラス、なんかそのカラーリングのキャブ。へえ、これは好きな人にはちょっとたまらないスペースですね。たまにここでちょいちょい飲みます。うわ、はい、これとかかっこいい。すごいねえ、いやこれあれですね、一言くすぐる、はい、ほんとくすぐるわ。いやいいですね。くすぐりたいですよね。はい、あ、いいですね、はい、あのバイクだけやね。いや、お邪魔しました、本当に。すいません、本当に楽しかった。いさあ、今回のカメさんは、うん、えひらをブラブラしました。はい、はい、で、締めはこちら、うん、果物の長橋さんの、はい、うん、フルーツジュースです。フルーツジュース、今もう絞りたて引きたてというか、はい、僕のなんかこれ栗のジュースですよね。え、僕のですね、これキウイパイン。はい、これ皮ごといってるそうなんですよ。皮ごとすごいね、はい、そっちの方が美味しいっておっしゃってましたね。そう、じゃあいただきます。いきます。うん、うまっ、すごっ。うわー、栗、後から来るこの栗の香りすごいですよ。今僕のこの喉元から栗、うん、喉元から栗喉元からの栗、ちょっといいですか、僕のちょっと交換しましょう。ちょっとこれびっくりしました。甘さが、栗の甘さがすっごく優しい。これな、あの喉元から栗が言うた。それが言うた。栗これ限定らしいです。うん、売り切れちゃう。売り切れます、ね、はい、結構売り切れちゃうらしいんで、お早めに、うん、いやー、喉元から栗。はい、ということで、はい、亜生くんもね、髪えらいなことになってたけどね、はい、そうなんですよ。モナリザで切ったんですか、うん、いや、これもう、そう嘘、違う嘘は入れないで。さあ、ちょっとね、はい、最後の長橋果物店さん、はい、大変お世話になりました。忙しい時間にね、美味しいジュース、他にもいろいろね、あったんですけれども、うん、また行ってちょっと全部飲んでみたい。いや、ほんと美味しかった、うん、美味しかった。知る人ぞ知る名店、うん、新しいことわざが生まれましたもんね、はい、ね、喉元から栗。これはね、ちょっともう今は栗が終わっちゃったらしい。そう、もうこれ何なのかな、季節限定みたいなとこはありまして、うん、来シーズンマジで飲みって、この栗は、うん、はい、一押しやね。美味しいですね。他の亜生くんのキウイとかも美味しかったしね。美味しかった、はい、ぜひ他のフルーツはいっぱいありますんでね、うん、行ってみてくださいね、はい、あとはあ、エンジンさん、はい、バイク屋さん、佐藤が食いついてたね。やっぱああいうモンキーとかカブとか 50cc のバイクってやっぱ原点じゃないですか、うんうん、もうそうね、原点にしてやっぱね、あの、うん、いろんなバイクも乗ってきましたけど、うんうん、最後にたどり着くとこなんですよ、またもうそうやね、はい、釣りが船釣りから始まって最後船釣りに戻るみたいな。いやー、亜生くんもものすごくテンション上がってますね。いやー、僕実際バイク今でも乗ってますから、うん、こういうちょっとなんか小回りの利くバイクもね、うん、あるといいですよね、一台ね、おしゃれ、うん、オーナーと本当に亜生くんもバイク好きだから、はい、もうバイクの名前がボンボン出てくるんですよ。オーナーも嬉しくてね、一緒にずっとこうやってもう座り込んで喋りました。
ましたかね。あのカスタムしたマグナとかかっこよかったっすね。だから元々はね新聞 の販売店をやってらっしゃったということなんですけども、はいはい、もうそこバイク好きすぎて、うん、お店やり始めてますから。あとあの江平商店街と株がすごいマッチしてますね。いいね雰囲気がね、はい、雰囲気が。そして、うん、モナリザさん、はい、ね素敵なお店だったけど、ちょっとこう皆さんがもうベテラン勢揃いで、はい、もう佐藤がねもうここであのリーゼントとかかけてもらいたいなと思いました、うん、絶対時代を経てきてるから綺麗なもうリーゼントばっかりしてる時期をこう、うん、くぐり抜けてきてるから、うん、やっぱりいいですよね。もしくは長めのソバージュ。いや僕はしないですよ長めのソバージュ。ちょっと若い方もいらっしゃいましたよね、うん、いらっしゃいましたスタッフ、はい、だからねもう代々若手の方を育ててらっしゃってすごく素敵な、うん、本当に歴史あるお店でしたね、うん、モナリザの皆さんもお世話になりました、はい、本当に江平商店街人情の街顔の見えるね、うん、街だなと思いました。お世話になりました、はい、以上カメラ散歩でした。さあ CM の後は大人の自由時間です。